屋敷タウンザロード旅人の工藤明乃です。今日はですね、山梨県の勝沼ぶどう郷駅前に来ています。今日はですね、なんとぶどう祭りがあるということでですね、駅前がかなりにぎわってるんですね。シャトルバスの発着所もすごい行列になっています。山梨といえばぶどうですよね。そしてワインの産地で有名なんですけれども、今日はですね、山梨ワインのワイナリーを巡る旅をお届けします。それからワイナリーツアーというところなんですが、その前にですね、山梨のワインの歴史を学びましょうということでやってきたのが、ここぶどうの国文化館です。ワインの歴史はね、こちらの方に、来ていただけるとよくご理解いただけますので、ワインをいただくっていうのも一味違ってくるんじゃないかなというふうに考えています。いろんな、こちらは蝋人形ですか、はい、並んでますね。馬を引く人とかね。そうですね、はい、なんか本当に街並みがここ一面でこう感じられるという感じですね、はい、そんな情勢だと思いますね、うん、はい。ぶどうの種類って何種類あるんですかと、うん、確かにね、聞かれるんですね、はい、こちらの写真で見ますように、こちらでは138種類ありますね。138ですか、はい、そんなにあるんですね。ありますね、はい、ということを知っただけで、もうちょっとワインとかブドウに対するこう見る目が変わったといいますか、うん、そうですね、思いが変わりましたね、はい、すごいワインの香りがします。酒に弱いと、あの香りだけで酔ってきちゃう。あ、でもすごくない、本当にワインの香りが濃いですもんね、はい、まだ階段なのに、はい、こちらに180種類ものワインが、今ですね、200種類200種類もあるんですか。貯蔵庫になってますので、その販売用のワインが200銘柄、約2万本の配合者貯蔵してまして、で、まあ、その中からこう試飲ができるので、注いでいただけるということでお願いします、はい、いただきます。口の中入れた瞬間に香りが、はい、ありがとうございます。ございます。特徴的な。美味しい。時間制とか何杯までとか、特に制限はないので、営業時間ですね、9時から5時受付してますので、その時間内でしたら出入りは自由でございます。出入り自由ということは、はい、ある程度今飲んで休憩して、はい、また夕方戻って帰ってみたいな、それも全然大丈夫です、はい、それはいいですね、毎月の方がたまらないですね。食べていただきます。すごい嬉しいです。こんなぶどうの食べ方、こっちの方が甘いけど酸味があるんです。この酸味がワインを作るに非常に大切なんです、うん、この酸味が残ってる、甘さの中に酸味が残るほどいいワインです。これもワインとしてはちょっと甘すぎるから、今若い人に人気のスパークリングワインには改良します。あ、はい、この甘さを炭酸で割ってスパークリングワインから作る。美味しそう。美味しいですよ。団体のお客さんの最後っていう感じで、すいません、揚げて置きます、はい、あとちょっとだけ止まります。止まらないです。いい香り。上に置けばいいですか、はい、でこれをこのまま下げると、この蓋ができ、あ、急に軽くなった。はい、できましたよ。できた。あ、なんか綺麗に、本当だ、綺麗につきました。あ、勝手にくるくる回ってついた。今やつらね、私が一生懸命ラベルを書いてる間に、いつの間にかご案内していただいた川野さんがいらっしゃらなくて、交代したの、うん、いつの間にか社長に変わっていらっしゃって、それぞれを尊敬を持って飲んでいただきたいよってことです。ですからワインには物語があるってことを知っていただきたいんですよってことです。で
では早速なんですけれども、この山梨マルスワイナリーをご紹介していただいてよろしいですか。はい、はい、それでは早速あの工場見学の方どうぞ。はい、お願いします。うちどもが鹿児島で焼酎作りをもともとしていましたので、あのその焼酎の紙を使ってワインを貯蔵しているんです。え、そうなんですか。はい、まあ、1961年から、まあ、まあ2000年ぐらいまで、まあ、生まれ年のワインを楽しめるということで各年代ごとにワインを保管しております。すごいですね、はい、飲みたいな。ぜひぜひ飲みたいけど、え、じゃあ本坊さんにだけ年齢言うとかありですか。はい、そうですね、はい、まあ、もう一回1971年で飲ませていただいてよろしいでしょうか。はい、そして私の生まれ年のワインをお願いしてよろしいでしょうか。なんかもうどこ、あ、もう結構です、もう結構です。ああ、ありがとうございます。香りは渋い感じっていうか、なんか強い。そうです、アルコールは 20% ありますので、普通のワインと比べたらだいぶ飲みやすいんですけど、酔っ払ってしまいますね。本当だ。いや、同い年のワインはちょっと渋い感じどうしよう、この20度のワインで急に回ってきました私。だいぶ顔も赤くなられてどうしよう、本当に酔っ払ってきちゃったありがとうございますあの今回の山梨ワインワイナリーを巡る旅、非常に楽しかったです。あの歴史も学ぶことができましたし、あとブドウの種類とか、あとワインの種類とか、こんなに食べ比べたり飲み比べたことがなかったので、こんな違うんだっていう発見がたくさんありました。あのぜひ皆さんもですね、足を運んで、で実感してこう飲み比べて楽しんでいただきたいと思います。あのワイン美味しすぎちゃって、いろいろ飲みすぎちゃって、あのごめんなさい旅人は工藤明乃でした。もう帰ろう